皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。今回はいいねランキングの世界とても難しいからポケモン VS チャンピオンレッド、こちらのコストを最初に遊んでみたいと思います。クリア率 1.25% でベストクリアタイム46秒。あれかな、チャンピオンと戦う時の音楽の流れるスピランっぽいやつかな。そんな感じですね。トカゲじゃなくなってしまった。これ乗らないとダメか。緩急のつけ方が難しいわ。これ多分初代のポケモンだと思うんで、そうするとこっちが人影を、まあ、基本持っているということは、敵が使ってくるのはカメックスチームかだと。どんな敵出ましたっけ、ナッシーとかフーディンとかは絶対使ってきてたと思うんだけど、あとピジョットとか。すげえ、いいね、盛り上がってる。あー届かない。はー、ここはあれだな、初代だったら電光石火とか使わないと受けないか。よいしょ。よし、超えた超えた超えた。あーはー、よっしゃー、土管入れた。テンテンテンテテテンテテン、カメ、ピカチュウはピカチュウ、あったー、絶対やると思ったんだ、ピッピカチュウ。いくよ、3、2、1、クール、やったぜ。見事に隠しポケモンピカチュウも発見。あ、ミュウツーとかもどっかに隠しあったりしたかな。もうちょっと探せばよかった。いや、うん、きっとピカチュウだけだと信じよう。よっしゃー、久しぶりにポケモン遊ぼうかな。青やろう、青。ポケモン VS チャンピオンレッド、ありがとうございました。クリアタイム見てもらえばわかるけど、だいぶ苦戦しました。お次はこちらのコース、ヒーローズオンザデスク、デスクの上の英雄たち。三角定規とかコンパスとかハサミとか筆箱かな、ペンケース、セロハンテープにノートに、右から二つ目なんだろう、車に見えるんだけど。いやでもね、車っぽく見えるものでデスクの上にあるものは一体なんだ。まず三角定規ですよね。キノコ取りたーい。あれ？あ、ゴム兵で壊すのね。これは何だろう？ペンかな？普通にペンでいいのかな？よいしょ。これで道は開ける。落ち着いて当たらないようにして。この青いのなんだ？青いの。青いのなんだかわかんないけども。進むよ。キノコ！ハサミでしょ？これは、あっちのパウブロックをとりあえず叩いてみる。ファイヤー、いいね。この隠しファイヤーのおかげでチョロップを一掃できました。とノコノコも一気に倒しちゃうでしょ。で、一歩通行ここだけ空いてる。この黄色いのがペン立てだったのかな。パウも一個持っていくよ。で、セロハンテープか。それにしてもなんでこういったコースを作ろうと思ったんだろうね。これがなんだかわからないんだよね。
まあ俺倒しちゃうよ、パックンとか邪魔だから。うわー、テレサがいた、テレサがいた。これチビマリオじゃなきゃやばいんじゃないの。なんか強引に バグのハマりを使って進んでます。くそー、くそ、進めない。上に出てくれ、上に。おっしゃ、進んだ。これ本当になんか入るよ、いいの、入るよ、信じるよ。お邪魔します。これ何、車にしか見えないんだけど。ん、これさ、ズルできません、ズル。ゴリゴリの帝王にかかればこう上をこっちゃうことなんて楽勝なんですけど、でこの辺でドッスンを落としてあげればいいと。そっちじゃないんだい、ドッスン、こっちなんだい。こっちこっちこっち、ここがゴール。よっしゃー、いくよ、せーの、ゴール。さっきこの車結局何だったの。机の上に車、ミニカーとかプラモデルとかそんな感じかな。まあいいか。 Heroes on the Disc のぶさんのコースでした。ありがとうございました。お待たせいたしました。今日のラストのコースはこちら、天空の城マピタ親方、それからマリオがやだな、直屋さん、クリア率 8%、 ベストクリアタイム21秒、遊んでいきましょう。親方、空から女の子が、の方がやっぱりいいですよね。まずはイカを倒したら、詰まっちゃった。ここを走っていく。ブラッパーを越えたら、スピンだった。今、コインがうまい具合に壁役を果たしてましたね。結構見にくくなってた。このコースの一番の敵はコインかもしれない。はい、お邪魔いたしましょう。残り21秒からの、なんじゃい。おー、スピンか。了解しました、了解しました。詰まった。ただ、ベストクリアタイムを見た感じだと、タイムには余裕がだいぶあると思うんで、1点ぐらいですけどね、慌てず落ち着いていきましょう。舌を取らないようにしたら、いいね、青ドクロをこういう風に使うの好きだよ。イエーイ。いや、結構簡単だったかな。難しいに入ってるからもうちょっと難しいかなとも思ったんだけど。電球の城マピタ親方、空からマリオが、ゴールの時マリオ降っていったね。名古屋さんのコースでした。ありがとうございます。簡単だったからもう1コースくらい普通遊んでみようかな。はい、ラストはこちら、花火が待ち遠しいですね。鬼畜半自動キープ A プラス上、ピクミン好きニノさん、キープ上と A ね、了解しました。花火皆さん見に来ましたか。私はね、ここ数年花火って見に来たことがないんですよ。人混みが苦手っていうのもあるんですけどね、東京に住んでて人混みが苦手っていうのも結構致命的なんですよ。花火自体は大好きなんでね、マリオメーカーの花火とか、あとテレビとかでも結構満足しちゃうんですけどね、やっぱりリアルで花火を見る臨場感っていうのも久しぶりに味わってみたいなとは思うかな。花火上がりまくってますね。音遊びの花火プラス、テレサも花火っぽくなってる。ボムヘが爆発するのももちろん花火いいですね。なんか無限チャップっぽい感じで、そろそろ入るのかな。お邪魔いたしました。お、舌が隠してある。 OK、 最後は花火がちゃんと連続で打ち上がってます。ゴールした時の音楽も聞こえないやないかい。花火が待ち遠しいですね。鬼畜半自動ピクミンスキニマさん、ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる、バイバーイ。